秋篠宮ご夫妻の次女佳子さまが国体の閉会式に出席されました。栃木県はいちごの名産地で、今日午前佳子さまは赤いドレス姿でいちご一会栃木国体の閉会式が開かれた宇都宮市内の会場に到着し、関係者の出迎えを受けられました。佳子さまは男女総合と女子総合の成績でいずれも1位となった東京都に天皇杯と皇后杯を手渡されました。